こんにちは。ピザって10回言ってくれます？ね、言ってないのはね、分かってるんですよ。これどうせ私が画面の中にいるからって言ってね、適当にサボろって、そう甘い。はい、ちゃんと言ってくださいね。はい、こんにちは。こちらにございます。これがですね、有名なピザのシャトーでございます。思ったよりこれ本格的に傾いてるわけですね。見てね、これは自然ともう笑みがこぼれてくるというか、なんだこれはと、もう平行感覚が分からなくなります。これを見ているだけでまっすぐ歩くことも困難になります。ここがイタリアピサ県のピサ、観光所在地、県庁所在地ピサでございます。ここはね、イタリアっていうか海外旅行する上でとっても気になってたところで、ベネチアとピサのシャトーは1回ぐらい行ってみたいなと思ってたんですが、ついに叶いましたよね。もうこれであとはね、ニューヨークに行ってもエンパイアステートビルに登りたいなと思ってるんですが、もうそれ行きは全部叶うわけですね。おこれはすごいぞと思って、このピサのシャトーを登るために予定を組むの結構実はね難儀したんですけれど、でもおかげでなかなか最終的にいい落ち着きところを手にしました。いや、本当にすごいなこれ。3度傾いているということですが、3度って結構大きいんですね。それがよくわかるような光景です。なのこれ傾いてんのかと、最初傾いて作ったんだと思ったんですが、別にそうではないそうです。もともとこの大きな町ピサに大きな教会を建てようということで、実際に教会が建っているわけですけれど、そこに教会の脇にまたこのような大きな塔を建ててみたところ、建て始めたところ、突如として地盤沈下が発生しまして、ズブズブと最初まっすぐ当然のように建てるはずだった塔が、傾き始めてしまいました。それでも頑張って建てて、建て直そうというのは、わかります？なんか椅子がこう立ってますね、ここに。で、椅子の足の長さが違うから、じゃあ手作り椅子の長さを調整しようとか言って、どんどん椅子の長さが短くなるみたいな感じなのかわかんないんですけど、まあ、ともかくこれは重心をうまく持ち替えて、それで塔を元通りのまっすぐにして、それでみたいなことを一応考えたら考えたらしいんですけれど、うまくいかず、結果としてこのような曲がった塔になってしまったというのが有名なピサのシャトーです。これなんかね、もう1分後にはボロボロにぶっ壊れてるんじゃないのかって感じなの。ここで見てると、これ映像で見るよりすごいですよ。映像のね、この真ん中にした方がいいな。カメラのこの歪みというものがあります。レンズが丸い影響で、これを端っこにするとですね、これなんかこっちに、左にするとものすごい傾いてるように見えるし、これを右にするとなんかあんまり傾いてないように見えますんでね、公平な写し方で言うと、この真ん中、ここへ持ってくること。もう私もね、画面を これがまっすぐかな、いやこうか、これでまっすぐですね。こっちにした方がね、映像的には誇張できるから、サムネイルはこれで用意しましょうか。それがいいかなと思います。こういうね、せこいことを YouTuber としては考えるんですけれども、ともかくそういうわけでして、曲がった塔ができまして、一番上だけ見てみると、最後は諦めたんですね。もういいわということで、一番上の部分だけ、ちょっとこっから見ると分かりづらいんですけど、上の部分だけはですね、まっすぐになるように建てられてるらしいんですね。その後もまた沈んだのかな、それで結局なんですけど、上の部分はちょっとだけまたその倒れ具合が少しだけ緩和されているのを見ていただくと、なんとなくお分かりいただけるかと思います。でもピサのシャトーの傾き方もすごいけど、このスマートフォンのね、右端と左端でレンズの歪み方の違いもすごいですよね。もうこれ嘘じゃないかと、こう右と左全然違いますよね。これつまり本当は真ん中の位置で撮ったやつが正しいわけですが、こうするとね、まあ、これ左右鏡になってますけど、特にインカメで撮った、ちっちゃいカメラで撮ったやつですから、もっと顕著になってる、とんでもない傾き方になってますけどね、これはなかなか面白いぞと思うわけです。ぜひ皆さんもピサのシャトーに撮られたら、スマートフォンの画面の左側のところにピサのシャトーを入れると、こっち側に、本当は右側に入れた方がこのドゥオモも映るからいいんですけれど、それよりもピサのシャトーを画面の左側に入れて、背景など気にせずに、おかしいような、もっとですね、3度じゃ効かないような傾きの写真が撮れますので、あらかじめまずここでお勧めさせていただきます。このピサのシャトーはですね、私もごめんなさい、今ネットが使えなくなりまして、ネットがないと何も分かんないもんですから、私の完全なうろ覚えの知識なんですけど、確かガリレオ・ガリレイがニュートンじゃなかったはず、ガリレオだと思うんですけど、重力加速度の実験をするためにこの上から物を落としたということで正しかったと思うんですが、間違っちゃってるかもしれません。すごいね、こんだけ近づいてもまだ傾いてるのが分かりますからね。あんまり近づくと他の人の写真撮影の邪魔になるかもしれませんが、まあ、近づいてる人はいっぱいいますんで、別にそこまで気にする必要もないでしょう。で、ガリレオさんも登りました、このピサのシャトーですが、いや、ガリレオさんのはずなんだけど、私たちも登ることができます。実はもうすでに切符は買ってありまして、予約制になっております。
早めに来てですね、何時発のツアーに申し込むという形式、15分単位でそのツアーが刻まれておりまして、私はちょっと時間に余裕を持って19時15分を予約しました。インターネット予約もできるそうで、1回のツアー定員はどうも50人のようです。日中の観光時間帯になりますと、これはなかなか混雑するので、すぐには行けないと、何時間も待たなければならないという場合もあるそうですが、私はもう行けば今すぐにでも見物できますよ、そういう時間帯でした。本日夏の時期、9月いっぱいまではこのピサの斜塔は夏休みの観光シーズンということで、22時まで営業を続けているというふうに聞きましたが、それはちょっと間違っていたようです。どうも8月中はね、本当に夜10時まで見られるらしいんですけど、本日は、もう9月に、今日から実は9月1日セプテンバーになっておりますので、20時で営業終了、19時30分が最後の入場ということになっております。でこの私のいでたちを見ていただきますと、ね、これいつになく身軽なわけです。何にも持ってない、まあ、これ一応持ってきましたけどね、自分の記念写真と、それからあのさっきのトリック写真撮るために持ってきたわけですが、トリックってことでもないけど、このピサの斜塔に入るにあたっては荷物の持ち込みというものが禁止されておりますので、持ち込んではなりません。だからあそこの奥の方にある無料のコインロッカー、まあ、これはもしくは18ユーロの入場料金に含まれているという言い方もできますが、そこにお金じゃない、あの荷物を預けて、それでここに手ぶらで持って登るということになります。どの道荷物は置いて登りたいものですし、特に問題はないでしょう。あまりにも大きい荷物、例えばガラガラキャリーバッグとかを持ってきた場合には、おそらく何か特殊な方法で預かってくれるものと思います。そして19時15分のツアーの入場待機列はもうすぐそこにできておりますので、私もそれに一緒に混じって参加、この塔の傾き具合を下から見るだけでももう十分笑みがこぼれてくるもの、面白いものですが、これをまた上で眺めますとね、もっときっと面白いことがあるでしょう。塔内の撮影は自由だということです。ちょっとやばいですよね、これ。入り口の時点でもうすでにずれてますからね、こんな風にもうひし曲がってます。見ていただいて分かると思いますが、あそこの扉のところなどもうこのひし曲がったこの形に対応するための特別なドアでしょうか分かりませんが、このようにね、段差が生じております、ドアの左側と右側で、まあ、そうでないと通常のドアでは、ね、はまってしまいますのでね、最初の時どうしたんでしょうか。最初にここにドア取り付けてたんだとしたら、傾いた瞬間に開かなくなっちゃって、きっと一番最初はぶっ壊すとかそういうことをしたんではないかと思います。ちなみにこのシャトー周辺の広場ですが、まあ、時間帯のせいか分かりませんが、思いのほか治安は良く、そんなに危なそうな人は私の見る限りでは見られません。もっとも私が気づかないだけで、私がぼんやりしているだけという可能性もありますが、まあ、取られるような荷物がないからね、私が単純に特に警戒してないっていうのもあるんですけど、そんなに危ない感じの雰囲気はないですね。全くありません。見学ツアーということでしたが、実際には自由入場でした。うわ、もう足元の時点ですでに傾いてるな、なんだこれ。なんかね、前にもこういう発言したかもしれませんけど、不思議のあの傾いてる遊び場みたいなのありますよね、ああいうところのようです。内部はこのような空洞の形になっておりますが、もういかんせん本当に足元が本当に傾いております。こういうものをね、今ポケットから用意してみたんですけど、人のいない方をこっちへ持ってってね、意外と大丈夫なんですね。でも転がせば、静止摩擦係数と動摩擦係数というのは異なりますので、止まっているときはいいんだけど、動き出しちゃうと止まらないということは往々にしてあり得るものです。すり減ってツルツルになっております。これは傾いてることとは関係ないと思います。この、ね、階段を登るときに、こう分かりますか、こうやってぐるぐる あるわけですけれど、もうその登る部分によって楽になったり緩くなったりするんですね。いや、きつくなったり、楽になったりするんですね。今、きついな。今ね、塔のなんていうのかな、ちょうど写真を撮るような写真映えするような側に歩いてると思われるんですが、こっちはきついな。3度って結構大きいんですね。これを今突破すると、だんだん楽になってきたな。窓の外の景色もなんかおかしいんですよね、これね。景色がずれております。この辺りは随分楽にスイスイ登れちゃいますよ。ピョン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 とね。いや、人数制限やっててくれるおかげで空いてていいや。
サクサク。おおおお。ここから見ると窓の外の景色はそんなに斜めになってるという感じはしませんが、ただなんか上から下に見下ろしているような感覚ですね。つまり3度分傾いているからというわけですが、人間の平行感覚は3度をこんなにも大きい傾きというふうに感知できるぐらいに正確なんですね。すごいなこれ。でいったこの部分からちょっと右を見てみるとですね、面白いことがわかります。この外の景色からもわかると思うんですが、塔がこっち側に傾いているっていうのは皆さんもお分かりですよね。だからまあ今外の景色も割とまっすぐに見えているというわけですが、この景色から言って今言った通り塔がこちら側に傾いているというのは皆さんもお分かりですよね。つまり今この部分で塔は、まあ、ちょっと表現が難しいんですけど、こういうふうにね、こういうふうに傾いているわけですよね。それでこの階段を見ると面白いことがわかります。わかります？この階段のこの部分、外側のところが削り取れてるんですよ。でちょっと今半周してみますね。今から私もこっちのこの階段のこの部分行くわけですが、これがだんだんこの真ん中にこうシフトしてきてるの分かりますかね。これつまり重心のその移りがそのまま人間にも移りきってて、さっきまではこの辺が削れてたのに真ん中のあたりが削れてるんですよね。つまりその塔の重心に合わせて人間もこう左右に揺さぶられますので、だんだんとこれで削れている部分が移ってくるっていうわけなんですね。これなかなか面白い発見だな。私も目ざとくいいものを見つけたなと思いますけれど、この辺りは割と水平で、特別どこかがここが削れてるぞという部分はありません、まあ、実際歩いてても最も水平に近い部分なんだろうと思います。内側が削れてるところないかなと思ったら、内側が削れてるところはなかったんですが、やっぱり見るとこれさっきのところからもう今そろそろ一周になりますけれど、左の方が明らかに偏ってますよね。削る方面白いことです。塔はそこまでは高いものではないので手軽に上に登ることができます。これ下が空いてるけど、なんかねボールみたいなの落ちてコロ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 がいっちゃったら危ないなという気もするんですが、結構これこの金網がなかったら怖いですよ。傾いてるからね。へえ、この傾きを感じられるからぜひ登ってみるといいとのことでしたが、確かに実際にそうだなということは、これはね登ってみるべきだと改めて思いました。まあ、外から見るのも面白いですが、下を見下ろしていないのに強制的に見下ろされている感じ、不思議な感覚です。もうすっかりこのピサの街の美しさなど、本当にね美しい街で非常に素晴らしい、これだけでもいい眺めだと思うんですが、なんかそういうことはもうこの謎の感覚によって忘れさせられてしまうんですね。あ、なんだ終わりだと思ったらね、まだあったんですね。ゴミ箱まであるな。これもまだ登れるのか。随分さっきよりも狭くなったけれど、さすがにこうも狭い階段だとあんまり傾きというものはもはや感じないものですが、これもちゃちゃっと登ってしまいまして、すごい眺めですね。これ本当斜めになってるの分かりますよね。こういう風にしてみれば下を向いてるんですよね。明らかに立ってみるともうもっとすごいですよ。この網がなかったらかなりの大迫力だなという感じです。網がなかったら怖くて30秒もいられないような気がしますが、塔は今このように倒れているわけですが、最も今倒れていない側というのかな、あの最も上にあるはずの場所から撮っておりますのが、この風景です。ここが一番ギリギリ、柵のギリギリ、これより向こうに手を出すのは控えておこうと思いますが、このような眺めです。ちょうどその反対側から見るとこのようになります。ちょうど対角線側、こちらが一番倒れている側、塔の上面の部分で一番低い位置にあるのがおそらくここと思われます。こんな感じ、ちょっと下の地面の見え方違うの分かりますかね。この写し方で見比べればある程度塔のその倒れ具合もまた分かるものと思います。階段のお帰りのこの階段の方が傾向がより顕著です。塔は今このように倒れてますが、この一番倒れている部分になると左の方にくぼみが寄って、あまり倒れていない、一番倒れていない側になると真ん中に移動してきております。また左に寄ってるでしょ。面白いことです。不思議な感覚でしたね。これは楽しい、素晴らしい体験でした。でも登ってみるのもすごい価値ある体験でしたし、未だに平行感覚がちょっとおかしいですけど、下から見るのが一番迫力がありますね、これね。まあ、お金もったいないんだったら18ユーロ、いやここまで来たんだから登った方がいいんじゃないとは思うけど、登る時間がなかったりとか、予約がなかったりとか、そういうさまざまな事情がある場合には、まあ、登らなきゃ登らないでも、十分に、この感動さえ味わえばここへ来た甲斐というものはあるかなというふうにも思いました。そのようにアドバイスできます。
あ、実にいい経験だった。結局この塔にただ登って降りてくるだけで30分以上使ってしまいました。いや別に30分使ったことは何も問題なく、むしろねそれだけ使える素晴らしいところを訪れることができた。たったこれだけですからね。塔にこんな別に大して高くもないような塔にただ歩いてぐるぐる登るだけで30分ですからね。まあ最も大したことない塔ではなくて、実際には傾いているから、だからこそ文化遺産ということで大変によく世の中でも知られているわけですが、ここはイタリアに来たら外せないですね。ローマのあらゆるところ、バチカン帝国じゃないや、バチカン四国もとても良かったですけれど、ここが最も素晴らしい場所だなというふうにですね、個人的には考えております。またなんか良くない商売やってるみたいだな。良くない商売かなと思ったんですけど、普通にあの買いに来る人なんかもいて、押し売りしないで割と親切価格で売っていましたので、もしかしたら良くない商売じゃなかったのかもしれません。ちょっとそれはね悪いこと言っちゃいました。あれは確かに押し売りじゃないですもんね。あのミサンガだったら押し売りだけど、あれはただの売り物かなと思ったら、子供に手渡してね、それで子供が手に取ったら親にお金を払わされる、そういうやり口らしい。なるほど、面倒くさいこといろいろ考えるもんですね。トラブルになってます。やっぱそうなんだな。なんとなく分かっちゃうんですよね、そういうもんでした。いや、あとはどっかイタリア料理にも帰りますかね。今日は駅前にホテルを取っております。ピサの駅前は、駅前はあんまり治安良くなさそうだったんだよな。それだけはちょっとあれでした。じゃあどうもご視聴ありがとうございます。ここにいるこいつはなんだ、ぼったくり店の何かを配ってんのかな。こんなの持ってるだけ恥ずかしいんですけどね。逆にこんなのが2ユーロで食えるわけないだろう、誰だって分かるんですけどね。ビリビリに破いて捨てておきましょうかね。危ない、荷物受け取るの忘れてた、死ぬところだったな。よかった今気づいて。明日の朝4時出発なんでね、実は荷物を忘れてたら大変なところでしたよ。すいません。それでね、面白いことにこのピサ周辺で帰りにレストランに寄って帰ろうということで実際に寄ったわけですが、あのこの辺レストランがいっぱいあってね、まあ、どうも観光地だからぼったくりみたいな高い価格なんだろうなと思ったら、むしろローマ市内のですね、あの一般客向けの観光客向けでないレストランよりも安かった。なんでかなと思う。あまりに多すぎて逆にどうも価格競争になっているようです。あ、そういうわけでね、このマルゲリータピザ5ユーロ安いですよね。600円くらいですよこれで。まあ観光地のやつにしてはもう格安と言っていいと思いますが、5ユーロだから小さいかなと思ったらこんなに大きいので来まして、まだカルボナーラも来ますので食べきるのが大変そうです。私もようやく覚えましたけど、イタリア語でありがとうはグラッツィアって言うんですね。あまり巻き舌がうまくできませんが、まあ、通じればいいというわけ。どういたしましてがプレーゴそうなのかな。別れ際にはチャオという、まあ、あとはボンジョルの。イタリアの滞在が長くなってきましたので、言葉も覚えざるを得ません。覚えざるを得ない、自然に入ってくる、この方が綺麗な言い方でしょうか。